写真拡大、全3枚、高校ビッグ4最速デビューだ。阪神のドラフト1位西純也投手18、総志学園高が13日関西国際大との練習試合鳴尾浜で実戦初登板した。直球で空振り三振を奪うなど最速149キロを掲示し、1回1安打1失点。2位井上広大外野手18、履正社高も実戦3発目を放ち、楽しみなルーキー2人の躍動に矢野陽大監督51は見たくなると声を弾ませた。最後はズバッと直球で決めた。無観客の鳴尾浜に乾いたミット音が響き、西純が笑顔でマウンドを駆け下りた。打たれましたがストレートで空振りを取れました。変化球で小細工するより自信のあるまっすぐをどんどん投げていきました。大学生相手に待望の虎デビュー。未来のエースの期待を背負う18歳は真っ向勝負で挑んだ。ブルペンでも145キロしか出なかった中で149キロが出てよかった。アドレナリンが出たかなと思います。 4-1 の6回にマウンドへ。先頭を146キロで左邪気に仕留めると、2人目の4球目にこの日最速の149キロを計測。フルカウントから低めに外れた1球も149キロだった。自身最速154キロには及ばずも、初の実戦マウンドでプロ最速を出すのだからさすがだ。一死一塁から三塁線を抜ける敵陣二塁打を浴びたが、続く今週ドラフト候補深尾哲平捕手をフォークも交えて追い込み、最後は145キロ。1回を打者5人、1安打1失点1四球1三振で堂々の第一歩を踏み出した。久しぶりだなという感じで投げました。すごく緊張していました。日本代表として投げた昨年9月6日の U18 ワット杯韓国戦以来189日ぶりのマウンド。総志学園高ではロッテ DG 佐々木明、大船渡高、ヤクルト DG 奥川、星稜高、阪神 D 3位及川、横浜高と高校ビッグ4と称されたが、一番乗りでのデビューとなった。それでも、流行る気持ちを抑えながらの日々だった。1月の新人合同自主トレは体力作りに専念。初ブルペンは2月5日で、捕手が座ったのは5度目。フォームを固めるため、同19日までは直球のみで、変化球の投げ方、忘れましたと苦笑いしたことも。さらに同級生の2位、井上、4位、遠藤、東海大相模高、5位、藤田、中京学院大中京高は1軍のオープン戦に参加した。みんな活躍して置いていかれているな。複雑な心境、思わず早く投げたいですと漏らすこともあった。それでも自分のやるべきことを考えたとじっくりステップを踏み、8日の雨天中止を経てついにこの日を迎えた。
矢野監督は京セラドームで西純と一発を打った井上について報告を受け、そういう結果を聞けばこっちもまた見たくなる。楽しみな選手であることは変わりない。また呼ぶということももちろんなくはないと、開幕が延期された分の練習試合の期間で一軍昇格させる可能性も示した。シュート、回転したボールであったり課題も見えた。ブルペンで修正していきたいと西純。16球の熱投がスタートライン。ここからスターへの階段を上っていく。菊池俊太郎。西純について阪神平田二軍監督、よかったね。いいスタート切れたんじゃないか。広島県出身、鈴ヶ峰小2年から鈴ヶ峰レッズで野球を始め、アジナ大中戸清雄はヤング広島でプレー。総志学園高では1年春からベンチ入り。クイックも良かったし、まっすぐも力あった。しっかり落ち着いていいものを出してるよ。西純をリードした阪神 D5 位藤田、粘りのあるピッチングでした。力のあるまっすぐとキレのある変化球とどっちもあるので、活かせるように配球していきたい。西純也2001、平成13年9月13日生まれ、18歳。2年夏の甲子園では1回戦の創成館戦で完封勝利。2回戦で下関国際に敗れた。3年夏は県大会準決勝で敗退。最速154キロ。20年 D1 で阪神入団。契約金1億円、年俸1200万円。184センチ、88キロ。右投げ右打ち。背番号15。